はい、というわけで今日はね、オリパーでも上げていこうかなと。1回500円の、いつもね、某カードラストさんで久々に買ってきたんで開けていきましょう。これ1個500円のやつを今日10個かな、ね、いろいろなオリパーに手出してたらいつの間にか財布からお金が消えててもっと買う予定だったんですけどまあアドンクラス GX ね。これはまあラフレッシュアドンクラスで僕シティリーグで使いましたね。そういえばこれ撮影時点で僕シティリーグがあと4日後ぐらいなんですよね。まあどこで出るかは一応まあ当日になるまで一応秘密にしておこうとは思うんですけど。あーこっちか、長符だったらよかったな。あのビーストエネルギープリズムスターはね、なこれも去年なんか1回ウルトラシャインで再録決まる前3000円とかしてたけどな。まあ今はこれじゃない、あの超ブーストエネルギープリズムスターが1枚3000円ぐらいするんじゃないかな。あ、ちなみに今日はなんかちょっとね、音質が、あ、ゼラオラ GX はいいっすね。こいつも出すぎなんだよな。ゼラオラ GX 多分これで僕 SR5 枚目ぐらいなんだけど、まあでもピカゼクが未だに強いから多分これも値段落ちてない。2000円くらいかな。あ、まあまあぼちぼちいいっすね。もう1枚ぐらいなんか当たり役来てくれたらいいけどな。で、そう、シティのね、数日前なんですけど、相変わらず使うデッキが決まってないんですよね。一応まあ候補はいくつかあるんですけど、まあどうかな、なんかドンカラスラフレッシャーみたいなね、その衝撃を、これはウルトラシャインのやつ、ちょっとしたね、まあなんか話題になってくれたらいいなとか思いつつ、変なデッキ組もうとか思うんですけど、まあでも遊んでられないっていうか、そのシティリーグの結果次第で僕がそのジャパンチャンピオンシップで残さなきゃ、世界大会に行くために残さなきゃいけない成績のハードルが下がったりするんでなんでこいつら接待ね、神剣と鉄火具屋。これもどうだろう、ウルトラシャインになんかめちゃくちゃ今再販されてますよね。いくらぐらいするんだろうな、多分これ200円ぐらい。今んとこゼラオラ以外はまあちょっと損ぐらい。まあでもいいっすね、500円でこれなら。なんかこの感覚久しぶりだな。いらないとは言わないけどな。まあだいぶ被ってますね。そやまあなんかオリパー開けてると、まあ最近なんですけど、普通に家にね、いらないカードっていうか、まあこれ以上あっても仕方ないよなみたいな、でも結構値段するよなみたいなカードがちょっと溢れてきたんで、なんかちょうどこの間、なんで？え、水蓮なんで？これその高いのは、確かに、GX バトルブースト、あれでも普通になんか手に入るよな。あれ、ウルシャイで入ってたっけ？まあいいや、ジムプロも。水蓮の SR もなんか、1年半ぐらい前に初めてオリバー開けた時に当たった OA があるな。あ、すいません。急に、スマホのストレージがなくなっちゃったんで、この Mac に今移動させました。8パック目。うい。これは、ウルトラシャイニーで出るトレーナーズの SR の比較的外れの部類の方だ。でも僕これ持ってなかったっすね。これだとなんだ、僕が持ってないウルシャイのサポートの SR って釣り人とか上り下りもあるから、あとグズマの SR 当てたら、多分、ウルトラシャイニーのトレーナーズの SR も全部揃うんじゃないかな。まあ、地味に僕まだウルトラシャインのポケモン以外のカードのコンプリートも狙ってるんですよね。で、何の話をしてたんだっけ？あ、そう、溜まったカードを売りに行きたいっていう話、ちょっと、シャロンさんに相談してみたら、動画撮らせてくれないかな。ちょ、いや、今度聞いてみよう。あと2パック、9パック目。ほい！あー、口なしは、これ最近僕の中でちょっと評価上がってるっていうか、まあ、ルガゾロ使ってる以上常に、まあなんだろう、これは選択肢に入るカードなんですけど、これ強いっすよね。テテフとかデデンデの負け筋消しつつ、ゾロアとかその辺のカード降臨させて、あとベトベタとかね、一気に進化させれたりするんで、それのこれなんだ、ボックス買ったやつか。あ、確かにこれ僕あんま持ってなかったっすね。じゃあラスト1パック。はい！くそ。こいつなんか500円オリバーでめちゃくちゃ見るんだけど、神剣の SSR。まあまあ、今日だとゼラオラ GX ぐらいかな。まあ言うて1個500円ですからね。なんか、これより前の動画で1個3000円とか、1個2000円のオリパー開けてるせいで、なんか500円のオリパーをちょっと安いと感じてしまっている自分がいる。徐々に金銭感覚狂ってきたな。ちょっとなんかあんま良くない傾向ですね。まあ、今日の夜は節制しようかなと思います。まあどうなんだろう、なんか編集の時毎回スマホで撮ってると、ちょっと音がこもっているように感じるんですけどね。まあでも今の時代は、このスマホ1台あればね、誰でも自己表現ができる時代と、まあその分気をつけることもいっぱいありますけれど。何の動画なんだって話ですけど、まあ今日のあたりはゼラオラ GX っすかね。まあまあこれは一応何枚やっても困らないカードではあるんで、まあ5枚目以降はいらないけどな。まあいいやって感じで、オリパ開封兼雑談みたいな動画でした。